前へ、高見へ。羽生譲弦がやるべきことに全勢力を傾ける姿勢は変わらない。プロのフィギュアスケーターとしてファンと共に幸せを噛みしめる舞台への準備に余念がない。あえら、2022年10月10から17日合併後からプロ転校を宣言した後、少しはスケート以外の楽しみを持ち、心身を休める時間ができたのかと思い、尋ねてみた。 答えは予想したものではなかった。ほっとしたとか落ち着いたとかは全然ないです。プロになって1年目ですし、ルーキーみたいな感じでやれることをしっかりやっていこうっていう意識が強いですね。この言葉を聞いて質問した自分の間違いに気づいた。そう。今話を聞いている相手は羽生結弦だった。と。挑み続けることに力を注ぎ続けてきた人だ。練習拠点だったカナダトロントでは、 観光地にもダウンタウンにも行かないし、自分自身を漫画やアニメに出てくる熱血系のアスリートだと2014年の夏に話していた。お気に入りの場所を聞かれ、リンクと言ったこともあった。何度か食事に誘って断られたスケート仲間が、いつになったら一緒に行けるのかを聞くと、引退してからかなと答えたという。今回話を聞いている時も自分の生き方についてこう語った。 スケートをやっていて何かしら感情を表現して苦しくて辛くてそれがないとやっぱり生きている心地がない今はスケートを磨きながらプロとして披露するショーの内容について試行錯誤を重ねている様子だ今は目の前のことでいっぱいいっぱい一番詰まっていて大変です練習もしなきゃいけないし仕事もしなきゃいけないそれがまた幸せって思えます いつか彼にも友人と長く語り合ったり、好きなことを楽しむ時間を設けたりする時が来て欲しいと思っていた。だがそれはまだ先のことなのかもしれない。羽生譲る効果で八戸のホテル一泊10万円に爆アグるファンは、公演チケットより宿泊先の確保優先テレビ朝日、羽生譲るさんのプロ転校後初の単独アイスショー、プロローグ開催を発表。 フィギュアスケート男子で14年措置、18年閉賞と五輪連覇を達成し、プロに転向した、羽生譲さん27の単独アイスショー開催が4日、主催するテレビ朝日から発表された、同局は、タイトルは羽生譲さんが悩み抜いて命名した、プロローグ、序章プロとして歩み出した物語の始まりであると説明した。 公演コンセプト、ロゴデザイン、ステージ構成に至るまで、羽生結弦さん自ら総合プロデュースしてリンクに立つという。羽生結弦さんは9月30日午前1時11分に開設したツイッター、羽生結弦オフィッシャルスタッフを同日午前11時11分に更新。お待たせしました。羽生結弦初の単独アイスショー、プロローグの開催が決定しましたと発表していた。 11月4、5日にピアーアリーナ MM で横浜公演。12月2、3日にフラット八戸で八戸公演を行う。プロローグの公式サイトもオープンし、羽生結弦さんが寄せたコメントが一下の通り、これまでの僕の歴史やスケート人生そのものを感じていただけるようなものを、という思いからアイスショーを企画しました。初めて僕一人で全てをやりきるアイスショーになっています。 タイトルはプロローグ。これからいろいろな物語が紡がれていくといいな。このアイスショーがその物語のプロローグとなるようにという思いとともに全力で向かっていきます。フィギュアスケート男子で五輪2連覇を達成した羽生譲るが9月30日に初の単独アイスショーを開催するとツイッターで発表。第2章の幕開けを見届けようとするファンの熾烈な戦いも始まろうとしている。 発表と同時にアイスショーの公式ホームページも解説。横浜公園11月45日,5日ピアアリーナ MM 八戸公園12月23日青森県八戸市のフラット八戸を発表した。気になるのはチケットだ。公式サイトではテレ朝チケット最速先行抽選が5日午前10時からスタートする一般発売は22日午前10時。 相当の競争が予想されるのはもちろんだが、遠征を予定するファンは、八戸公園のチケット確保より、先に宿泊先の確保に動いているようだ。旅行関連のサイトで確認すると、会場近くのビジネスホテルのほとんどは、すでに12月2から4日の予約を締め切っている。会場からやや離れたビジネスホテルは、予約可能なのだが、宿泊費は一室、一人が約91万円。 羽生譲る公演機関以外は、素泊まり朝食付きで5000から6000円で設定していることから、羽生譲る需要を見越した強気の価格設定にしているようだ。